はい、それではインバービスバーチャス実況続きやっていきたいと思います。前回はモンスターをね2人倒しながら道を開いたりして、マグマのステージがなかなか攻略できないところで、ここはまだ攻略できないだろうっていう風な日記を読んだところだったと思います。あー虫だということで、今回はこの階段を登った先の部屋、暑い部屋のところを攻略していきたいと思います。まあ、ここはヒールバイウォーターとかを使いながら、うまいことヒールバイウォーター使いながら、マークオフファイヤー、あ、そうか、これ使ってるとダメだったんだ。これ前もやったなマークオフファイヤー。これ何個もつけられるのかな。うん、なんか無視してる。ヒールバイウォーター、アンリーシュザフレームズっていう感じで倒していけるので、うまいことやっていきましょう。ヒールバイウォーター、よし、あそこのインスクリプションを取って、なんか急に敵が出てくるので、あれですよね、怖いですよね。で、いろんなインスクリプションがあるかもしれないので、うろうろしながら体力に気をつけながらね、やっていきたいと思います。うん、そろそろまずいぞ、そろそろまずい。ヒールバイウォーター、よしてな感じで進めるところどんどん進んでいきたいと思います。ん、なんかすごいでかい扉ありますね。あれ、これどこ行くんだ。お、新しいところっぽいです。なんだ、どうなってるんだこれ。敵とかいるかな。体力ちょっと少なめなんですけど、これ水じゃないですね、ただのガラスでした。うん、いろいろ物が散乱してますけれども、うん、とりあえずちょっと前見てみようかな。パズル的なステージかな。ん？どうなってんだこれいろんなところが光ってて、とりあえずビーム出してみるか。ビームオブライト、おや、何かが起きている様子よ。ん？何かが開いてんのかな。ああ、魔法消されちゃった。とりあえずどうしよう。これはフォローマイウィール、なるほど。これなんか使うかな。マインドオーバーマター、マインドオーバーマターよっ。これこの辺に置いといて、フォローマイウィルよっ、マインドオーバーマター、これをゴーアウェイ、この辺にガチッとはめれたりするのかな。違うこれどっかにはめるもんなんかなと思ったんですけど、ちょっと違うのかな。結構考えないとダメそうな気がします。これちょっと曲がってんのが気になるな。フォローマイウェル、わっ、もう一個上に行ける。なるほど、これ持っていくかな。よっ、マインドオーバーマター、これをもう一個上に持っていく感じかな。よっ、よいしょ、フォローマイウェル、到着。でもここからどうしたらいいんだろう。マインドオーバーマター、これは関係ないか。よっ、うん、ビームオブライト、あそこに光が集まってるんですよね。
それは OK なのか。もう一個こっちに光を当てなきゃいけないのかな。だから左側の方に光を集めればもう一個柵が開くのかも。ふんふん、どうやってやったらいいかな。当てる場所が多分あれ当たってるはずなんですけど、このオレンジの光じゃないとダメみたいです。なるほど。あ、ここの左のところにクリスタルを持っていけばいいのかも。これだ。マインドオーバーマター、これを多分この辺に持っていってクリスタルを乗せる感じじゃないかな。クリスタルどこやったっけ。あ、あんな上までフォローマイウィルよ、ビームオブライト。お、来た。微調整の末開いたでしょ、これは。あれ、あ、え、まだなんか当てなきゃいけないとこあんのかな。嘘、完璧だと思ったのに。ビームオブライト、それとも こっち側から。あ、消されちゃう。ビームオブライト、これ2つとも。あれー、なんか違うのかな。いけないあれ、ここ開いてる。ここがちょっと開いてるのは何だろう。え、ビームオブライト、このわずかな隙間をどうにか。あれ、しゃがむってことできないからな。しゃがんでくれないですか、ここ一回だけ。無理あれ、おかしいな。あ、まだ像がある。マインドオーバーマター、まだ一個像があるな。あれ、わかりました。どういうことをすればいいのかはわかりました。この右側のスイッチがこの左から出てくる方のなんていうか、この鉄の棒にリンクしてるんですよね。だからビームオブライトでやると左側の棒が出てくる。で、この左の黄色い方はこの右の太い方の鉄の棒にリンクしてるみたいです。ビームオブライトだから両方当てると両方動いちゃうみたいですね。だからどうにかして左の光だけを当てるようにすればいいんだと思います。だからこの光の道筋をどっかでカットしなきゃいけないみたいですね。ここに石像を置いたらどうにかなるかな。ちょっとまたやってみます。どうしてこんな風に引っかかってくれてるのかわからないんですけど、ビームオブライト光を遮ることがこれでできたのでいけると思います。これでいくぞ。よし、これだ。走ったら間に合う？よっ、いけた。進めました。結構考えちゃったないろいろ試行錯誤の末でした。はい、ということでセーブします。で、かなり体力が危ないのでヒールバイウォーターを唱えたいんですけども、水がないという。お、また違うところに来ましたね。今度は何だろう。あ、水がある。これ使えるかな。ヒールバイウォーター、ダメだ。レッドアビーライト、ちょっと明かりを灯してもらって。ん、なんか怪しいな。これは地下に行く方か。ん、なんだ、何か書いてある。うん、なんかヒントになったりしてんのかな。
あれ、もう全然雰囲気の違うところにやってきましたね。またどうなってんだ。これ落下ダメージあるので、この多分この高さの階段から飛んだらかなり危ないことになりそうです。うわ、なにこれ、わあ気持ち悪いよ、気持ち悪いよこれは。お、ここからまた下に行ける。うん、ビームオブライト、これなんか反射する、光を反射させる鏡がありますね。どうなってんのかよくわからないですけど、ここになんか紫色の光を当てることが目標なのかな。ん？どうなってる？はい、じゃあちょっと下行ってみましょう。ここモンスターとか出てこられたらすぐ死んじゃうな。 Let there be light、 水をくれー、こんなちょろちょろした水じゃなくって。ちゃんとした水を。ほうほう、どうなってんだこれは。地下が広いぞ、思ったより。壺がいっぱい置いてある。なんか光があるけど特に関係なしか。間接照明的な感じかな。うん、でも光ってますね、かなり。ビームオブライト、何か起きるわけではなさそう。あれ、ここ何するんだろう。このブロックがあるけど何に使うのか。マインドオーバーマター、このブロックで何かすんのかな。あ、でもさっきちょっとちらっと見えた入り口のところはこの台座があればいけそうだぞ。どこだったっけ。そうそう、ここ、ここよっ、よいしょ、いけた。あ、発見、ビームオブライトで光が出るはず。なるほど。マインドオーバーマター、あれ、マインドオーバーマター、え、嘘、あー、え、動かせないのこれ。え、これどっかから光が出てんのかな。マインドオーバーマターで動かせない。マインドオーバーマター、壺は動かせるから順も間違ってないですよね。マインドオーバーマター、動かせないんだこれ。どっかから出てんだな光が。こっちは、うんうん、上の方行ってみましょう。じゃあ Let there be light、 こっちは何もなし。あ、出てる出てる光が。はあ、ここに当たってますね。あ、ここが開いてんのか。ん？ Let there be light、 違う、階段が動いたんだ。ここを進めるようになったんじゃないですか。お、なってる、なるほど。え、で、え、この階段が動いたことでここ進めるようになりましたけど、それで、あれ、あ、この紋章何かできるよ。なんだろう、ザ・ホワイトシティ、なんかすごい長い文章、ジャーナルを得ることができました。これを読むのが大事だったのかな。じゃあそれ絶対読まなきゃいけないやつかな。結構長かったな。ここはもう何もすることがなさそう。いや、でも階段動かし、あ、でも上にもなんか空間がある。ビームオブライト、ここなんか開いてますね。ほうほう、多分開いてると思います。だから
ここに乗ったまま、この紫の、なんだろう、閉じなきゃいけないんだ、光を。壺かな？壺持ってこよう。今なんとなくひらめきました。なんでもいいんですけど、マインドオーバーマター、これを持ってちょっと行きましょう、上に。よし、小さい穴だから壺で塞げるのかも。よし、ここに乗って Go away。 これでしょう。よっ、やった、うまくいった、成功。なんだあれ、新しいテレキネシスに、新しいステイシス、ステイゼア、オブジェクトコントロールバイザテレキスキャンビーブロックドインミドエアウィズステイゼア。なるほど、テレキネシスに何か新しい技が追加されたみたいです。ステイゼア、ちょっと試してみないとわか、うわー、なんか紋章が、すいません、このちょっと壺を固定し忘れてた僕が悪いのかもしれませんけども、これ下に降りると多分落下ダメージで僕死んじゃいますね、これ物を試すとかそんなことより多分死んじゃう。これ落ちるよな、多分縁歩いていける、いや、いけなさそう。こっち、飛んでみるか。お、あっ、あっ、大丈夫だ。なるほど、よかった。マインドオーバーマター。マインドオーバーマター。これやったまま、ステイゼア。あれ？壺割れた。え？そういう技？なんだろう、それっぽい、ブロックド。インミドエア、空中でってことじゃないのかな。これで試してみようかな。なんだっけマインドオーバーマターステイゼア。あー、やっぱり空中で物体を止められるんだ。でも壺とかは柔らかすぎて止められないのかな。はんはんはん、なるほど。っていうことは、どんなことができるようになるかっていうと、どんなことができるようになるの？あのブロックを使って何かできるのかな？とりあえずあのブロック持ってこよっか。で、これ向こう側に、ちょっと上の方に戻ってきたんですけどね、向こう側に道があるんですよね。で、このブロック使ってやっていくのかな？でもちょっと飛距離足らない気がする。マインドオーバーマター、カムトゥーミー、ストップストップストップで、だからここで、こういうところで、なんて言うんですかね、ステイゼアステイゼア、言うと浮くっていうことですよね。で、ピョン、よし。でもこれもう一個ブロックないと、なんかそっち使えそうなものある？マインドオーバーマター、ない、ないかな、あるかな、そっち、なんかビームオブライト、あー、光の感じも違うからな。これこのまま動かせないですもんね。マインドオーバーマター、うわ、落ちちゃった、落ちちゃった、そのまま、怖っ、あぶねえ。でも落ちるんだな。なんかこのブロックもう一個ないですかね。溶けそうなのに溶けない。やっとわかりました。この階段をここに持ってくればいいだけの話でしたね。マインドオーバーマター、マインドオーバーマター、これで解決なはず。Come to me. Stop. Stay there. Stay there. Stay there. よっ。よっ。
いけた。よし、クリア。はい、ということで行くことができました。セーブポイントあるかな。お、びっくりした。あるはず。あ、ありました。はい、ということで今回バービスバーチャスインバービスバーチャス、この辺で終わっておこうと思います。かなりパズル面白いですね。考えることたくさんあります。ということで、今回も見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。